避難します。ミニカブタの栽培方法の違いによる有用化数の比較、大松春。課題設定の理由、カボチャの栽培方法は地割り栽培と一体栽培があり、この2種類の栽培方法によって有料化数に差が生じるのか気になったからです。またミニカボチャをあまり見かけたことがなかったので、実際に作ってみたいと思ったからです。調査期間、平成26年4月から平成26年11月です。教師作物はカボチャで、ごっちゃん、赤いごっちゃん、白いごっちゃんの3種類で行いました。試験区の設定及び試験の方法。